公式を覚えよう。こんにちは、宮古寺です。半角公式についてやりましょう。サイン事情2分のシータが2分の1マイナスコサインシータ、コサイン事情2分のシータが2分の1プラスコサインシータ、タンジェント事情2分のシータが1プラスコサインシータ分の1マイナスコサインシータってやつですね。はい、なんで半角かというと、ここが半分の角だからですね。いつもはシータっていう角なんですけど、それが半分にされて2分のシータになってるから半角の公式っていうわけです。じゃあこれをこんな覚え方で覚えましょう。はい、こういう覚え方ですね。サインの方がですね、しめじ半角2の1舞子、2年1組の舞子ちゃんっていう子がしめじをこうやって半額ですよって売ってるわけですよ。しめっていうのがサインのことですね。じっていうのが事情、半額っていうのが半角のことです。半分の角度ですね。で、2の1っていうのが2分の1、舞っていうのがマイナス、子っていうのがコサイン。ね、無駄がないでしょ。しめじ半額2の1舞子ですよ。ほらね。で、コサインの方は今度小さじ半額2の1プーコですね。同級生の同じクラスのプーコちゃんがですね、2年1組の小さじを半額ですよっつってこうやって売ってるわけですよ。なので、小さじ半額2の1プーコで、小さっていうのがコサイン、じっていうのが事情、半額っていうのが半角、2の1っていうのが2分の1、プーっていうのがプラスのプー、コっていうのがコサインですね。はい、小さじ半額2の1プーコですよね。無駄がない。まあそれぞれイメージを書いたんですけど、こんな感じですよね。ちょっと、ね、画力がないのよ。もう勘弁してよっていう。もうこれが精一杯。もう一生懸命書いたんですよ、私は。しめじ半額2の1舞子、2年1組の舞子ちゃんが、これしめじを持っとんですよ。しめじを半額だよ、半額だよって売ってるわけですね、スーパーでね。で、それに対して、プーコちゃんも同じ売り場で、これ、2の1プーコちゃんですよ。小さじをこう持っとんですね。まあパーで持っとるやんけとか、そういうツッコミはなしでね。小さじ半額だよって言ってこうやって売っとるわけです。これが、小さじ半額2の1プーコのイメージですね。これでサインの半角、コサインの半角っていうのはバッチリだと思うんです。で、タンジェントはどうするんですかっていうと、これは作りましょう。まああんま出てこんしね、ぶっちゃけね。なので、まあ、作れるようになっておくといいです。別の動画で三角比の相互関係というところで、タンコブサイっていう覚え方をやりましたよね。タンジェントはコサイン分のサイン、タンコブサイ、このタンジェントはコサイン分のサインっていうのを使いました。シータのところを2分のシータに置き換えてあげてね。で、両辺2乗してあげたらこの式になって、で、小さじ半額2の1プーコ、しめじ半額2の1マイコで、分母分子、分数だから、分母分子同じ数かけてもいいじゃないですか。なので、かける2、かける2をしてあげて、ここでパチパチと約分したイメージです。ここでパチパチと約分したイメージです。すると残るのは、1プラスコサインシータが分母に残ってますね。で、1マイナスコサインシータが分子に残ってますね。これでタンジェントは作ることができます。なので、半角の公式は、しめじ半額2の1マイコ、小さじ半額2の1プーコ、タンジェントは作る。こう覚えましょう。はい、覚えることができる。